今日が約束の期日ですね。契約書へのサインはしていただけましたか？俺たちは この劇場、山手館ホールの舞台に立ちます。この契約は結べません。結べない、今そう言いましたか？あなたたちは正気ですか？こんないい話二度とありませんよ。確かにこれ以上の話はないかもしれません。ですが、夢色カンパニーのミュージカルにとって大切なのは劇場の規模でも公演媒体でもないんです。観客と一緒に夢の世界を描ける場所があれば、俺たちはどこでだって全力で公演をするだけです。そうだな、今の俺たちへの依頼はこのホールでの公演ならば、最後までやり遂げるのがプロだ。俺は経営のことは分かりません。だけどこのホールでもう一度演劇が見たいって人がいる。だからその人の願いを叶えてあげたいんです。僕は最初から社長さんのやり方は気に入らなかったんだ。演劇をビジネスだけで語ろうなんて大間違いだよ。夢色カンパニーはミュージカルをものとして売ってるわけじゃないのね、キョーチン。ああ、みんなの言う通りだよ。サイバラさん、これが俺たちの出した答えです。なんてバカなこと。バカだと思われても構いません。だって俺たちは舞台が好きで好きでたまらない演劇バカの集まりだから。演劇バカか、確かにそうかもしれないね。それに思い出したんです、一体何のために俺たちが舞台に立っているのかを。夢色カンパニーはその名の通り、お客さんに夢を見せる劇団です。この劇場にはこの街の人たちの夢が詰まっている。その夢をもう一度見たいと願う人たちがいるなら、俺たちはその思いを舞台の上で表現したい。山手館ホールの夢はこの劇場でしか見せられません。だから俺たちはここで公演します。夢色カンパニーのキャストとして。なるほど、それがあなたたちの出した答えですか。どうやら私の見込み違いだったようですね。いいでしょう、それなら私にも考えがあります。後悔したところで後戻りはできませんよ。さあ、これで集中して稽古ができるぞ。本当にそうだな、ここのところみんな気が気じゃなかったし。早速稽古始めましょう。俺見てほしいシーンがあるんですけど。その前に僕のデザインした衣装も見てよ。予算の割にいい出来だと思うんだよね。それなら衣装合わせついでに一度舞台で通してみようか。そうだな、客席との距離感にも慣れておきたい。俺はパス、ちょっと行くところがあるからお前らだけでやってろ。カイト君またサボる気？予定の半分も曲が完成してないの分かってる？こっちにもやることがあんだから仕方ねえだろ。時間があるときはちゃんとリハに出てやるからよ。Thank you.
ああ、わかった。じゃあ今夜、その行きつけの店に行くよ。呼びつけるからには、盛大にもてなしてくれるんだよな、西原さん。今夜か。あいつらに気づかれねえようにしねえとな。なあ君、本当にこの店にカイトさんとサイバラさんが来てるの？まったくもう。最近よく出かけると思ったらサイバラと会ってたなんて。許せないよ、カイト君。あ、お姉さん、あそこ奥の席にカイト君とサイバラがいる。カイトさん、マジで俺たちを裏切るつもりなのかな。とにかくもう少し二人の声が聞こえる席に行こう。スバル、大きな声とか出しちゃダメだからね。わかった、気をつける。あなたは人気絶頂だったバンドを解散してまでミュージカルの世界に飛び込んだ。私ならそんなあなたをもっと輝かせることができる。へえ、そういうからには考えがあるんだろうな。夢色カンパニーという狭い檻の中にいる必要などない。好きなだけ曲を作って提供できる環境を私が用意しましょう。ほう、劇団から離れてフリーになれっていうのか。そうです。最新の設備と機材を使って音楽を作り、私のコネで世界中の力のある劇団と組めばいい。あなたほどの才能と腕があれば世界を相手にすることなど造作もないはずです。そうでしょう。そうだな、世界を相手にした方がいいに決まってる。まったくバカバカしい。予算も後ろ盾もなくて成功などできるものか。ああ、あんたの言う通りだと思うぜ。やはりあなたは私と同じタイプの人間のようだ。金と物と権力、全てはこの三つの上に成り立つ。才能や情熱などこれらの前では全く無力だと思わないかい。ほう、現に君もあの時代錯誤のフォールには苦労してるようじゃないか。あの神道カイトですらカビが生えたような設備が相手ではかなわない。仕方がないよ、あのオンボロ劇場ではね。私が用意した最高の環境でなら君も最高の音楽が作れるだろう。ああ、俺があのホールに手を焼いてる。最新の設備と機材がありゃ俺でも最高の音楽が作れるって言ってくれるじゃねえか、西原さんよ。進藤君、金と物と権力、そりゃあった方がいいに決まってる。だがな、それがなきゃ何もできない奴をなんて呼ぶか知ってるか。凡人だ。50を100にするのは俺の仕事じゃねえ。たとえマイナス50からでも100にしてこそ天才なんだ。いいぜ、やってやろうじゃねえか。カビの生えた時代錯誤のホールであんたに最高の音楽を聴かせてやるよ。なぜだ？
一体何が不服だと言うんだ。不服？いや、むしろ感謝してる。あんたのおかげで目が覚めた。設備が古いだの、ホールの音が良くねえだの、新藤海人様らしくねえことでうだうだしちまったぜ。残念だが、俺はあんたとは組めねえよ。あんたが欲しいのは、自分の金もの権力の下で働く凡人だろ。夢色カンパニーには天才が必要なんだ。あいつらはいつだって無理難題を押し付けてきやがるからな。悪いけど、俺は凡人になり下がる気はねえわ。貴様。カイトさん。まったく、カイトくんってばすっきりした顔しちゃってさ。なんか余計な心配だったかもね。はあ、疲れた。思ったより戻るのに時間かかったな。なんかいい匂いがすんな。あいつらこんな時間に夕飯か。あ、カイトくん、おかえりなさい。ほら、早く早くこっちに来て。なんだよいきなり。みんなでカイトさんの帰りを待ってたんですよ。だって今日はカイトの好きなオムライスパーティーだからな。はあ、ほら、みんな席について。冷めないうちにいただこう。さあ、デザートのケーキも仕上がったよ。カイトも好きだろ、生クリームのケーキ。おい、これは一体どういうことだ。オムライスは初演前日か、なんかの記念日って決まってるだろ。まあまあ、固いこと言わないの。みんな急にオムライスが食べたくなっちゃったんだよね。カイト、こんなものもあるぞ。お、ピエロエロメのチョコレート、しかも神戸限定版。なんで俺の好物ばっかり用意してあるんだよ。お前らまさか。ザク、わかりやすいんだよ。さ、みんなでオムライスを食べて、また明日から稽古頑張ろう。カイト、お前もな。言われなくてもそのつもりだよ。機材が古かろうが、音響が最悪だろうが関係ねえ。山手館ホールでしか聴けない曲ってやつを作ってやるよ。カイト、やっぱり夢色カンパニーにはお前がいなくちゃな。はあ、そんなの当たり前だろ。ほら、とっとと食おうぜ。